よ。この端の方をね、はい、こう削ってあるんだよね。はい。このぐらい出しといてもらって、この結ぶのは重要で、適当に結ぶと上げているときにどうしてもその合わせたところに力がかかってきますので、ここから壊れてしまう。下の方に挟んでおくと締めたときに今度は楽なんです。締まるんですよね。手で押さえるとなかなか大変なんです。後々困るんだよ。後々重くでしょうね。いじくらんない方がちゃんと困るくなる。これですね、38センチのとこで印つけてもらっていいから、それか3センチぐらい下のとこで結んでください。結んで上に上げる。竹の棒をいただいて、そこからこう糸で巻いて作るっていうのから始めるんですけども、形になってくるとだんだんタコらしくなってくるところが、まあ、大変なんですけど面白いと。夢中でやってるうちにもう半日があっという間に過ぎちゃって、いや時間の経つのが早いです。今度のお正月に、孫が帰ってくるんで、一緒に高揚げしたいなと思ってますけどね。いや、こんなに立派にできるとは思わなかったから、まあ、お手伝いしていただいたんですけどね。いや、これが空を飛ぶかと思ったら嬉しさもひとしおですね、はい、まず結び方が慣れないと動いちゃうんですよね。こう丸く結ぶのにこの骨組みが丸いんですけど、そこのところがこう外れちゃうんで、それが結構難しかったですね。もうちょっと簡単かと思ったんですけども、やり始めたら意外とコツとか難しいところがあって、時間が経つのが忘れるくらい、楽しい時間ですよね。八つ凧の特徴ですね、上がるときにはうなりというのをつけるんですが、上げるときにつけるんですけれども、一番上にこれがすごくいい音を出します。あともう一つは強風でも、弱風から強風まで耐えられる、一枚の凧で耐えられるということですね。非常に性能はいい凧です。まず近所とかね、知り合いの方にこういう凧が日立にもあるんだということをまず見せて紹介していただいて、それから上げるところを見せていただく。空に上がっているというのは下から見て何人もの方が興味を持ちます。興味を持ったらぜひ広めていただきたいなと思います。この家紋どうですか？